農作物被害や生態系への影響をもたらしている特定外来生物のアライグマの防除に向け、福岡県が協議会を設置しました。福岡県によりますと、特定外来生物のアライグマは2016年度と2021年度の比較で発見件数はおよそ2倍、農作物被害は3倍以上のおよそ2500万円となり、生息区域や被害が拡大傾向にあります。加えて在来種の動物の捕食など生態系への影響や人を噛むなどの被害も発生しており、繁殖力も高いことから県はアライグマを優先的に防除すべき動物と選定しました。今日の協議会では有識者や自治体職員らが防除の方法などを話し合いました。県は今年度中に防除実施計画をまとめる方針です。